気持ちいいですね。ちょっと午前中よりも蒸し暑くは感じるのかな、どうなんでしょう。まあ、引き続きね、涼しい風も時折吹いてくるんですが、放送席からはレーシングドライバー今村洋一さんとお届けをしてまいります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、いよいよ始まりますよ。始まりますよ、はい、セットアップもされますよ。ロックオン状態、はい、予選トップで抜けてきました、勝ち上がってきました柳田寛太。寛太がですね、まずは先行、そして対戦相手には今シーズンからのルーキードライバー蕎麦切広大がロックオンです。楽しみですね。若い2人。寛太は19歳、蕎麦切が23歳。はい、23歳です。そんな情報が入っていますが、さあスタートしました。まずは寛太先行、追走の蕎麦切だ。駆け上がってくる、この上り勾配から増やしていって、まずは早いぞ。今回の走行蕎麦切が行き過ぎたか。いやー、蕎麦切狙ったけどね。そしては最後の2、寛太はきっちりと飛んでいった。いやー、蕎麦切すごいね。ちょっとでも勢い余ってたかなって感じですね。いやー、ちょっとね、ミスにはなってしまったんですけど、いや、気持ちの入った、もうそこでね、絶対刺してやろうっていうね、はいはい、気持ちの入った1コーナーの飛び込みでしたよね。でしたね。しかしそれを尻目にですね、冷静にカンタは、はい、ちょっとね、当たったんだけど、カンタもね、よくそのまま行きましたよね、うん、行きました。よかった、2台で行かなくて。ただ、そば切りね、気持ち入ってたね。さあ、カンタの今、リプレイが流れていますが、カンタはやっぱりね、もう百戦錬磨、このフォーミュラデフトジャパンでは、冷静にこの辺りはですね、今までの経験を生かして、そうですね、先行その走りを見せました。よかった、カンタが2台で持ってかれなくて、向こうの本当です ね壁にそば切りと一緒に持ってかれちゃったらね、結構大変なことになっちゃうから。そうです、はい、あの石垣にね、石垣に持ってかれちゃいますからね、はい、さあ入れ替わります。そば切り広大が先行、追走の柳田カンタがスタートをした。さあカンタがどんなその追走を見せるのか。そば切りは思い切ってもう行くのみだ。振り出していった、アウトサイドゾーン1、ゾーンを取っていく、カンタがグーッと迫ってくる、行っていく、どうだ、ほぼ同時に引き返して、アウトサイドゾーン2、カンタがリングに迫っていくか。ゾーン3はどうだ、なかなかいい先頭の走りを見せるそば切り交代。カンタでもビーダーみたいにサイドをつけてきた。うまいな、落ち着いてる、本当に。カンタ、なんか、なんていうの、ちょっとベテランの走りみたいだね。ベテランの走りだよ ね。余裕があるもんね。逆にそば切りはもう本当に行くしかなかったので、ね、もう目いっぱいのこの、先行見せたいところだったんですが、ちょっとアウトサイドゾーン浅かったかなというところもありますが、この、まあ、本当カンタはね、余裕な感じでね、はい、しっかりと合わせていきましたね、距離感を見て、ね、はい。何この落ち着くの、19歳です、ね、はい、19歳で待たれてるとこじゃないのさあ左上に柳田レッドライン、ジャッジのラインは1、2、3、3本のレッドラインがゴールしました。治ったんですかこれね。治りましたね。この打線返しましたのはカンタ、ランナー1塁、